自由時間だ。待たせたのだ。脱獄方法は決まったのか。強行突破でいけるのだ。おい、そんなことできるのか。最強魔法と最強武器を手に入れたのだ。これを見るのだ。青い炎魔法だとなんてでかいんだ。これで敵をバンバン倒すのだ。赤い炎ももちろん出せるのだ。これはいけそうですな。隣接攻撃はこの武器でブンブン振り回すのだ。これでどんな敵でも飛ばしていくのだ。次は強行突破の脱出なのだ。どうも、トライトです。今回の統合版マインクラフトバージョン 1.20.1 のバグは、高解像度のテクスチャを使うとアイテムが巨大化するバグについて紹介いたします。こちらはおてんばゆかさんから教えていただきました。本当にありがとうございます。まずクローマヒルズ HD などの高解像度のテクスチャパックを使います。これが条件です。128X と 64X と書かれていれば高解像度のテクスチャパックとなります。ただ全てのアイテムではなく、特定のアイテムだけ大きくなります。確認したところでは、焚き火と魂の焚き火、醸造台をメインハンドに持つとこのように大きくなってしまいました。他のアイテムは大きくならず普通の大きさでしたが、なぜかこの3つは巨大化します。これが高解像度のテクスチャーパックを使うとアイテムが巨大化するバグです。これはクローマヒルズ HD だけでなく、その他の高解像度のテクスチャーパックも対象になります。対象のテクスチャーパックを持っていれば皆さんも確認してみてください。以上、統合版マインクラフトバージョン 1.20.1 にもあるバグ、高解像度のテクスチャーパックを使うとアイテムが巨大化するバグについて紹介いたしました。よかったら参考にしてください。これでアイテムをぶん回してダメージを与えられたら面白かったのですが、さすがにそういうことはできませんでしたね。面白バグなので皆さんもぜひやってみてください。こちらはスイッチ版、 iOS、Android、Win 10版の PC、 Xbox 版、 PS4 にもあるバグです。それでは以上で終了いたします。ご視聴ありがとうございます。またよろしくお願いいたします。